中島アリサ独演会やりましょう、小室さん。でもそしたら、私喋れないですって言うんですよ。いろんなゲスト呼べばいいんじゃないですか。そうそう、した独演会じゃないのか。まあ、いや、そんなことよりも、そんなこと、それは後でだ。はいはい。さあ、ということでコロケンホール大会メインイベントでございます。イオンズ雑誌シングルチャンピオンシップ挑戦者よしこ対選手権者高橋七重の一戦でございます。はい。さあ、ということでこの2人の対戦は、約3年ぶりですか。3年足らずぶる3年弱。はい。よしこ選手はね、プロレス界に戻ってきた時の一戦がシングルのリングでございました。そして本来でしたら昨年の1月に、行われるシングルの予定でしたが、高橋七重選手の負傷により、はい、1年越しの、そうですね、1年かかりました。チャンピオンシップだけじゃなくて、なんかいろんなものが詰まった一戦になってしまいましたね。そうですね、ドラマチックっていうか、結果ね、なんか、はい、プロレスのリングってそういうものになるんだなって感じですよね。なんか点と点が線になっていってね、はい、ドラマっていうものが描かれていくっていうね。なんか今よしこが、はい、あのゲートから出てきた時の、はい、表情はいつもと全然違くて緊張した感じがしました、うん。まあ、対戦成績だけで言えば前回の復帰戦の時には吉子選手勝利、はい、まあ、それ以降ね対戦が行われてないということなんですが、はい、ただ吉子選手としてはもうその時には関係ないし、はい、まあ、今回に関しては超える超えないではなくて、はい、単純に高橋七重みたいに、ね、勝ちたいましたね。やっぱりね、上の選手当たるときって超えるとかっていう、はい、そういうテーマは単純に勝ちたいっていうところに何か吉子選手は一番感じたんですが、そうですね、このね、高橋七重が出てくるまで長いっていうテーマ曲しっかりすげえコメントがひどいお風呂には入れないから飛びに行けば、まあ、心の中から渡された CD はい、はい、販売中ですか、はい、こちら、2000円ですね。で、オープニングテーマ曲とミラクルパッション、この曲ミラクルパッション、そして休憩の曲とエンディングテーマが入って2000円、ぜひお買い求めください。こちら、自分の入賞前に CD の宣伝してる選手いない。これから大事な戦いが始まるんだよ。告知もなんで去って出すんだよ CD を来ましたって言おうと思ったらなんか告知しちゃってすいません、はい、すいません。まあ、ともあれ本当に入ってまいりましたのは初代シングルチャンピオン高橋七重、黄金のベルトが腰から輝いてますね。チャンピオンベルトの変換です。あ、緊張しますね、これ見ていると。やっぱりでもこういう実行委員がちゃんといてこういうのがあるのっていいですよね。やっぱりそうですね、うん、権威、ね、権威がそうですね、はい、かわいい日かですね。はい、アメフラッシー、いつかアメフラッシーさんにあのライブやってもらいたいです。本日のメインイベント、はい、ね、シーズンビヨンド雑誌シングルチャンピオンシップ、ヒカルさんが30分一本勝負を行います。進めてくださっております。アイコーナーグループが変わって衣装も変わったんですね。そうですね、ヨシカ、どんどんなんか大人になっていくなんか皆さんあれみたいですね、だいぶ子供の時からなんか結構そうなんですよ、昔よく遊んでました。高橋七重、はい、大役終えました。
からさん、そうですね、彼女のやっぱすごいな、彼女のカンペ持たないんですよ。そうなの、これさんプロだなと思いましたよ。本当に僕はいつもそこに注目してて、で特に自分とかが指示出してるわけではないんですよ、はい、本当に自分でちゃんと覚えてきてるんで、はい、まあ、細かいところはね最初にいろいろ教えたけど、今もう全然安心して任してるわけですね。さあ、その特別リンガーナンさんのコールを受けて、ナイトラマッチがスタートいたします。握手は受けなかったですね。あ、いつものことですね。さあ、今運命のロングが鳴りました。あの、私、はい、こう普段会うと、私服で人に会うと、あ、リングより小さいんですねって、うん、思ったより小さいんですねってよく言われるんですよ。でその時に、はい、リング上だとでかくなるんですとか言ってるんですけど、はい、なんか自分でこうやって見ても、あ、でかいなって今思います。はい、私はリングだと大きくなっている気がします。何なんでしょうね、本当になんか、うん、リングって不思議な場所であり、はい、プロレスラーって不思議な生き物だなってつくづく思いますよね。いや、よしこのね、力ね、はい、すごいんですよね。触ったことあります？体硬いんですよ。あんまり自分が触ると問題起こるので天使なんかね、今回行われた試合のどの試合とも違う緊張感と、はい、そうですね、なんかついね、油断してると黙って見ちゃいそうですもん、片相撲飲んで。まあ当然前回の対戦からね、だいぶ日が経ってるということで、まあ、前回の対戦はもうほとんどデータとしては意味をなさないかと思いますが、改めて七井さん的にはこのよしこ選手どのような選手として見てるんでしょうか。まあ、一プレイヤーとしてですね、はい、まあ、そのね個人の感情でいろいろあると思いますが、はい、まあ、令和、まあ、デビュー戦から、まあ、見てるので、デビュー戦より前から見てるんですけど、はい、デビュー戦の時に、うわ、なんだこのセンスって思ったのが始まりなんですけど、やっぱなんでしょうね、プロレスの申し子っていうか、なんでしょうね、プロレスやるために生まれてきたような人だと思います。私もそうだと思うんですけど、また一人同じ人間に出会ったというか、そうですね、プロレスの神様に全員が愛されるわけじゃないと思うんですよ、リングに上がってきて、はい、でも彼女は選ばれる存在なんじゃないかなと思うんですよ。だからもっともっとよしこが持ってる潜在能力はこんなもんじゃないと思うんで、まだこの時点で、はい、私はそう思ってます。でも何かしらのブレーキなのか何かがストップをかけているような気がして、なので私はこの試合でそういうのを全部ぶっ壊したいなって思って勝ちにこだわりました。この試合は、やっぱ体もあるし、パワーもあるし、なのにスピードもあるし、ですね、下手したらね、やっぱね、叶わないですよ、やっぱり。あ、もうそこまで言わせますか、長井選手から、うん、でも、だからこそ、行かせちゃいけない、行かせたくないっていう、うん、ストップかけなきゃって思わせる存在。それは自分のためでもあるし、はい、シードリングのためでもあると思っているので、痛
痛いから蹴りとか本当何でもできちゃうからね。ですね、うん、まあ、先ほどのね関節なんかにしても、はい、まあと吉子選手が言っていたね、逆に吉子選手から見ても七重さんがそういう存在だと、うん、高橋七重は何でもできるから高橋七重のできないことをやってやりたいというふうにね青年語っていたんですが、ああそうなんですね。それで腕攻めを出してきたの。どうなんですか。ただ勝ちにこだわるってことはそういう部分でもありますよね。そうですね。さあ先ほどのワンブロックから腕を攻めてます。もう5分早い。俺今本当あっという間でしたね。大技らしい技何も出てないですもんね。すごいですね、制圧しますね。はい、そうですね、悔しいの、これめっちゃ悔しいの。ここはどうしてもロケスケープ、離さないですね。やっぱね、バーブさんがいるっていうね、はい、安心感、うん、いやバーブは素晴らしいですよ。やっぱだから選手対選手なんだけれどもやっぱレフェリーも大事なね、はい、試合を構成する上では欠かせない人物なので、でバーブさんってなんかそんないつもじゃないけど、ほんとしんどい時に頑張れ頑張れとか言ってくれるんですよ、こそっと。それに励まされることが多いですね。これほんとギリギリの戦いをね、ジャッジするっていう部分では本当に、毎回多分ね、終わるとすごいもう控えですね、しますね。もうそれでもそれを楽しいと言ってくれてね、こうやってレシーブのリングに上がり続けてくれるっていうのは、はい、ありがたいですね。はい、でもニコプロ呼ぶとダメですけどね。ニコプロ呼ぶとデタラメになりますからね、あの人。そうだ、そうだ、本当バーブ劇場、バーブ劇場始まっちゃう。あれ面白かったな、また呼ばないと。バーブ独演会もいいかも。バーブ中島とかもうカオスですね。客観的に見てたよね。一緒にはいたくないですね。見てる分にはね、見てニヤニヤしてる分、うん、さあそこしらに試合の方は七井さんとしてはこの試合どういう作戦だったんでしょう。特に作戦はもう来たものをっていう感じですか。これ、まあ、足を攻めたいなとは思ってました。やっぱりよしこの機動力はすごい怖いので、はい、やっぱ体重もあるし、足攻めがまあ得意っていうのもあるんですけど、うん、まあ、あとは本当に心まで追って勝ちたいなっていうのがあったんで、完璧に勝つと。はい。あえて腕攻めを食らっていた右腕で、はい、よっしゃ、痛さには負けないですから絶対に、うん、なのでよくまあ一般の方とかに痛くないのって言われますけど、はい、痛いのは痛いです全部、うん、でもそこに負けたくない、自分に負けたくないっていう、ここがその自分との戦いもあるわけですよね。はい、今ちょっとそこのアスカ選手に対してもうるせえなっていう。さあここでペアに足
しいね。足が短めに入ります。こういうものに対して逆にあのよしこ選手の意地っていうのがたまに裏目に出るときがあるじゃないですか、やっぱり、うんうんうん、どうしてもね、こういう技を食らうと絶対にあの引きたくないっていう部分をね、よしこ選手はよく見せるんですが、なんかね、それがよしこって人間だね、本当にそういう人、普段からしかしこの試合はタイトルマッチ、なんか自分との駆け引きもありますよね、はい、ですね、本当にどこまで良くてっていう、なんかアブさん、デリフェリーのシャツ着替えました？着替えてるのか、最初からこれでした、撮ってるような気がしますね。あ、でもシートリングで着てますね、彼。着てますよね、はい、なんかタイトルマッチだから変えてくれたのかなと思って、おそらくそうですね、うん、すごい、いつもはシートリングのロゴが入ってますよね。私はちょっと首がウィークポイントなので、はい、これも今この時点でもう辛いです。なるほど、やっぱり、はい、もう自分の体のボロボロ具合が本当悲しくなるぐらい。そして顔面防止でこうやって取り止めました。そうだ、そしてドラゴンスクリュー全然行っていました。足攻めの席が、はい、着々と積み重ねられていきます。聞いてるぞ、思ってるより聞いてますね。今足を行け、ナナエ、そうだ、結構中島選手もそうですけど、こう改めて客観的に見ると自分で自分をなんか叱咤激励するところって出てきますから、これ、ね、来ますよ、もう今だとか、うん、もっと攻めろよとか、何かしらその時考えてるんでしょうけど、はい、後で見ると違いますよね、やっぱね。なるほど、ここで行けばいいんだよさあ強烈なスライディングで場外に立つ。さあしかしよしこ選手、右のそのあたりを気にする仕草が見受けられます。お下がりください。投げるな。さあ投げるぞと、お気をつけください。上位で、メンバーさんの対戦にありますが、高橋七重も踏ん張る。おっと、逆に投げた。私、あの南の通路で、はい、ブレンバスターを元気みさえさんとやり合ったことがあって、はい、あれもう忘れられないぐらい痛かったです。床ですから、まあ、床というかコンクリートで そう、これは珍しい、田中選手のこれは業界ランクの印象、さっきの堀田さんみたいになってる、さっきも見た光景です、はい、さあこれは七井選手的には、はい、まあ、ちょっとペース変えてやろうとかそういうところがあったのか、なんでしょうね、何考えたんだろうな、非常に珍しいですよね、なんか そういえばそうですね。お気をつけください。何が何でも勝ってやろうっていう部分の気持ちが、そうです ね先走ってしまっているのか。そしてし、痛いから急に右腕をぶつけた。そして追撃するように重いから、場外カウント10。さあ場外カウントは10。さあ着実に場外カウントが進んでいます。13 14 15 16 17
セブンティーン。さあなんとかセブンティーンで生還しました高橋奈々江。さんが言った通り、なんか吉子選手からもなんか私が痛みには屈しないっていうのが今伺えるような蹴りでしたね。今気にしつつもあえて右足で蹴っていく。このスリーパー結構良かったじゃん。良かったのに。さあしかし、あと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 、これは読まれていた。さあここからラリアットの試合。15分経過、足を攻められている分助走がつけれない吉子選手、そしてね相打ちになるとやはりダメージが腕にある七重選手、はい、しかないですね。もう吉子選手ここはカウンターでラリアット。よいしょ、強烈なバックドロップ。しかしカウントはず。さあ高橋奈々江がコーナーに上がります。あらおっと今吉子選手がそうはいかないよと、ちっちと、さあ一転しまして、同じ技の攻防どっちが制するのか。おっとさあ吉子が持ち上げて、あーどうぞバックリップドーン。さあそしてランニングの成功。さあこの位置はまずいぞ。ドーン。セカンドからのランニング成功。しかしここはカウント2。ハムコがすごい応援してくれてるですね、はい、腕決めバックドロップ。たまにしか出さないよ。とっさに出たんですかこれは。そうですね、いけるぞと。あの10月、あの、はい、トーナメントの時に、はい、1回生の時に何年かぶりにこの技を出して、昔やってたんですけど、なんか引き出しがまた開きました。なんかあるんでしょうね、そのキャリアの中で、うん、ここだっていう時に、ね、ありますね、引き出しが開く瞬間、うん、さあここは一気に攻めたい高橋奈々江。強烈な円錐から、なんかストレートパンチというか、エルフォーじゃなかったですね、なんか胸板に。極太万歳、はい、極太万歳っていう技です。技です。さあここなんとダブルダウンが取られます。今までのよしこがデビューしてから私とのシングルの戦績が、はい、この時までよしこの方が勝ちが多かったんです。なんと、はい、っていうことが発覚して、はい、でこの日私が勝って多分イーブンになった。へえ。っていう稀な関係性なんですよ。意外って言えば意外だし、うん、でそれだけ2人のシングルマッチがね大事な場面でしか実現していないという。でもキャリア10年以上違くて、そうですね。
いや、その先ほどの笹村選手もそうですけど、吉子選手もね、キャリアで考えればすごい活躍をしていますが、さあ、強烈なエルボー合戦、いい音鳴ってんな。さあ、そして右腕のことを果たしましたが、さあそのまま一気に叩きつけられますが、カウントは2。試合時間20分経過。さあ距離ありますが、やばいよこれは、やばいよこれは、食らっちゃダメだよこれは、ダメだよ。さあ奥の手トップ、よいしょー喜んでる本人が、川下本人が一番喜んでる。ね、やはりこのトップからのダイビングセンターはモロハの剣ですからね、決まればヒット。おっと、さあ交際禁止をしているインプラントでしたが、今ちょっと体勢崩れましたかね。しかし再び体勢に入ります。さあ決まるか、さあ強烈の射、さあ終わるか、なんとここも返す。体重がある分技をかけるのも大変なんですけど、成功した場合よしこ自身にかかる負荷も大きい。わしゃ冷蔵庫、そしてなんと冷蔵庫、うわ、切り返した、やばい、これはこれは本当に痛かった、やばかった。ちょっとやっぱりね、必殺のフィニッシュだけに、奈良選手も決めた瞬間、どこかこれで終わるんじゃないかという、いますね、はい、一瞬のその隙を読んでいた吉子、こんな切り返すことはされたことがない。ここに来てこのアルモロックはきついですね。です、そして動けないので、やっぱりさあこれまで打ってきたラリアット、エルボーのカーブがダメージとなって一気に耐えろ、右腕に奈良に逃げろ、早く動けないですね、動けないよ、体重があるとやっぱ、お、自ら吉子選手を解いて、さあさあ何を狙うのか、なだー、さあ体重を、そしてあの口を下がれたんですよね、はい、殺されるかと思います確かになかなかない光景だね、息ができないんですよ。さあそしてスロングシングルアリアット、ここは2で返す、今目閉じてましたね、なかなか、ちょっともうやばいです、ちょっとヒヤッとしました、今息ができなかったんで。そして吉野選手はね、この距離でも飛べる跳躍力があります。先ほどはかわされてしまいましたが、おっと来た来た来た、さっきあのアームロックを外したことをよしこは一生後悔すればいい。なるほど、あそこはまだ決めていくべきだあそこは私はやばかったよ、今だから言えるけど、なだらかでもちょっと崩れた。さあそのままコールになりますが、重く、さあスライディング、これも返す。さあこの辺が七井さんの強さ、一つが返されても次がある。そしてこの日2発目のインプラント、決まった決まった、おお返す。さあしかしまだ行く、さあ高橋七重にはまだある奥の手がある。冷蔵庫爆弾、冷蔵庫にこだわりました。さあガラッチ決めてスリーカウント、初代王者防衛成功でございます。さっきね、ハモコ選手がもうホールドスプレーをね、右腕にかけるっていうことをもう誰かが見ても、
テレントネットを同時にね一気にダメージがなんか、はい、この時はどうだったんですか、もう防衛に成功したことの方の喜びなのか、よしこ選手に勝ったことの喜びの方が上なのか、それとも何が今よぎってたんですかね。覚えてないぐらいですよ。でもなんか自分の中で、はい、やっぱ苦戦、こうやって右腕気にしてたりとかし、苦戦してるし、なんか会心の勝利じゃなかったなっていう。ここまでしてもなおまだ、はい、いやもっと、もっともっとお客さん一体になりたかったなっていう、その悔しい思いの方が大きかった。すごいですね、これだけの試合やってなおまだ満足しない。私やっぱこうやってメインイベントで、後楽園ホールのメインイベントでベルトをかけてよしこと戦うっていうシチュエーションはもうないのかもしれないわけで、なんかそれを考えると一期一会の中で、はい、これじゃ満足できないなっていうのがちょっとあったけど、この時ね涙を流してたんですよね、よしこは。今の気持ちはどうだ。今の気持ちはどうだ。悔しいよ。その悔しさと真剣に向き合って生きていけ。これから あんたがまっすぐ生きてるのは知ってる。でももっと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 悔しさと向き合え。そのために私は勝ち続ける。これは終わりでも何でもない、むしろ今日から始まったものでも何でもない。お前とはずっとずっと続いてる。そうだろ。おい、お前がその顔、涙流してるその顔、いいじゃんかよ。おい、それがよしこだ。それがよしこそのままだ。それはこのリングでさらけ出して、もっともっとさらけ出したとき、お前の元に弁当は行くかもしれない。でも私はもっともっと悔しい思いをさせるために上に立ち続ける。このベルトは守っていくから、覚えておいて。本当にこの試合があれですね、数年後に佳子選手にとってのターニングポイントになる試合になるんでしょうね。本当になんかね、何年か経って振り返った時になるといいけれど。そうですね、本当に、うん、私にとってもそう、一戦一戦がそうですし、うん、そうですね、はい、2019年一発目後楽園ホール、そして初めての防衛戦、おかげさまで勝利することができました。ありがとうございました。この時あの TRF のゆうきさん、ボーカルのゆうきさんが見に来てくださってて、今手振ったのはゆうきさんにすごい声出して応援してくれてて、じゃあそんな前の方で見たんですか。はい、まだ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 すごいところがいっぱい、すごい楽しんでくれてて、なんかいつかなんかコラボレーションできたらいいなと思いつつ、でも、夢ありますね。はい、こうやってリングに上がり続けてることで誰かの勇気になれば嬉しいです。はい、これからも上を目指してみんな一緒に進んでいきましょう。はい、本当誰かの勇気になればいいなと思って日々頑張っておりますので、はい、一緒になんかみんな立ち上がっていきましょう。
体感してほしいですね、シードリングを本当に。いや、欲しいです。一緒に声出して、はい、喜んで、はい、ね、悔しければ悔しがって、はい、ね、なかなかね、そういう喜怒哀楽をね、大人になると出すまでないですからね。出せないと思うんで、でも、プロレスは、そういうのも全部受け止めてくれるんで、うん、会場に吐き出しに来てください。ですね。うん、しまいましょう、レッツゲット D を。レッツゲット D で。そしてこの後は、最後、ファンキストさんの曲で締めるんですけれども、エンディングの VTR が流れますので、よかったら見て帰ってください。この歌詞の中にもレッツゲット D って入ってて、すごい最高な曲です。エンディングも今回、新曲で。さっきオープニングでかけた曲なんですけど、エンディングの、映像がちょっと、過去を振り返るような感動的な映像になっているので、レッツゲット D！ タイミング、ありがとうございました。この曲なんか感動する。さあ、ということでシードリング2019年初コールケンオール大会は、初代王者高橋七重が見事な防衛で締めくくりました。いいですね、なんかくるみとやってほしいなって書いてある。面白そうですね。私当たってないので、で今ちょっと休んでるのかな、学業の時で、ね、そうですね。いや、本当でもいろんな選手とこのベルトを持ってやりたいなって思いますし、若いエキスを私のものにしてですね、吹きながらえていきますよ。誰とでもやれるんじゃなくて、熱い志を持った人だったらね、高橋さんがこのベルトをかける資格があるということですね。ありますよ、本当に。ファッションでしょ、ファッション。確かにそれはそうですね。いろんな戦いの苗をね、もっともっと増やしていって、はい、